はい、西麻布にありますバー霞町嵐の武田秀勝と申します。今日はよろしくお願いいたします。今回、バータイムさんからのご提案で、簡単でお家で作れる、ホームカクテルについて、考えてみました。コンビニとかで簡単に、買って作れるようなものを考案してみましたので、皆さんぜひご自宅でお楽しみください。まず今回私が考えたカクテルは、テーマは健康ベネフィットカクテルでございます。カクテル名は抗酸化カクテルで、酢とマとあなたということで、お酢とトマトとビールで作ったカクテルをご提案させていただきます。まずこちらの黒酢ですね、こちらの方で200ミリの容量ですので100ミリ入れたいと思います。こちらはいろいろな健康の効果が言われるお酢で用意しています。そしてもう一つ同じく抗酸化作用があると言われるトマト、そして、旨味成分のリコピンをこのお酢で引き上げてくれます。そして最後にビールを、これもまた半分ですね、すべて半分で混ぜ合わせます。普段のレッドアイに黒酢の酸味で味を引き締めて作りました。少し軽く混ぜて出来上がりです。抗酸化カクテル、カクテル名が酢とマとあなたです。どうぞご自宅でお楽しみください。